Well, this should be interesting. ハンタースパインレッジ。古代遺跡でクリーチャーを狩ると。さあ、この先にいるみたいだね。名前からはちょっとね、どういうやつか判断しかねますが。はいはいはい。あ、飛んでるやつがいるね。あいつはまずい。ストレックス。あいつは先に倒すべき。いや、毒が辛いな。ちょっとどんどんスキル使っていこうか。やられたらね、元も子もないからね。いや、強いね。さあ、とりあえず一気に殲滅することはできた。お前どこ行くんだ。あ、オッケー。で、どっちだ。スパインレッジを倒す。出てきたんじゃないか。こっちがちょっと怪しい感じはするね。観察。お前か、スパインレッジ。いたね。ただお前もいるか、ストリックス。ちょっと待って。オッケーオッケー。炎上ダメージが強い。非常に大きく1体倒した。怖いな。いや、ちょっと待って、ちょっと待って、ダメだって、ダメだって。本当に本当にそういうのダメ。オッケー、なんとかしのいだ。あとはあいつをね、上から撃ってるだけで倒せるんです。スパインです。はいはいはい、そういうビームね。ただザコがどんどん出てきたからね、そいつらには気をつけたいと。お前弱くなったら。あいつ、ちょっと待って、アルファクペルポロ、ふざけんな。ちょっとね、勝利の余韻に浸らせていただきたいんだよね。アイテムすごい落ちてる、美味しい。あ、受けられた。あばよ。オッケー。じゃあ一気に回収しておきましょう。いいね、サクサクいくね。This should be interesting. Might as well put my skills to good use. ウェンディゴ。ウェンディゴ。ほうほうほう。門の近くでクリーチャーを狩ると。あれ、ここってこんな天気悪かったっけ？ウェンディゴってどんなやつかな？人型っぽいよね。あれ？あ、こっちから入るんだ。ねえ、騙されたんだけど、なんで？なんでそんなひどいことするの？オッケー、それじゃあね、ようやく、ウンディゴ、ウェンディゴか、倒していきましょう。お、上からペルポロたちが降ってきた。かっこいい登場の仕方するね、お前ら。さあ、かかっておいて。さあ、まとめて相手してやるよ。それで、ワールドティアが10に上がったから、敵のね、攻撃力とか体力も上がっているんですけど、ちょっと油断はね、しないでいきましょう。そう、さっきね、迷ってる時に敵と戦ってワールドティアが9に上がったというね。まあ、出てくるのはもうこれであんまり変わらない感じかな。上のペルフォロたちで。オーケー、一掃したが。さあ、奥に進んでいきましょう。さあ、上から現れると。さあ、かかってきた。オッケー。ん？なんか今変なダメージ食らってたね。なんだろう。ちょっと、あ、
るくて見づらい休みね。オーケー。さあこっちにね進んでいこうか。またね上から出てきそうな雰囲気がある。真ん中の木が怪しい。はい、どこどこですか。あ、いた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 、あいつか。ウェンディゴ、なんか名前ついてる感じ。さあまずはねザコのフェルフォロたちを始末していきます。え、強くない？なんでなんでこんな攻撃力高くなる。マザータッチの恩恵を受けてるから。さあどんどん処理していこうか。サージ、まずはねザコを処理しないと。これちょっとしんどいね。さあウェンディゴ、お前の命運もここに切ると。マザータッチ、マザータッチやってくれたら怖くない。パーフォレイト、それかわせなくない。なんか不可避なんだが。あー危ない、いい範囲の攻撃じゃないか。止めてやろう。さあ G、これは広いね。さあ炎上ダメージが痛かろうて、あとは大噴火して燃やして終わりだ。危ない、燃えてなくなりだ。ウェンディゴよ眠れ。さあとはこいつらを倒して終わりだと。オッケーオッケー。さあいろいろね落としてくれたね。ただ一向にレジェンダリーが落ちてくれる気配はないと。まあでもねエピックでもこれだけ手に入ってくれれば十分いい感じだよね。Well, this should be interesting. さあこんなね荒野で狩りをしてるやつは一体誰だ。ハンター、ホーラス、絶対鳥でしょ、間違いないよ。砂丘でクリーチャーを狩ると。この先か。さあやってきました、絶対鳥だからね。クリーチャーを探す、探す、あ見つけました。巣を突き抜けると。絶対こいつらだからね、マジで全力で相手する。燃えろ。いやマジでね、手加減なし、してる場合じゃないからね、シャさん相手に。オッケーオッケー、2体も一気に倒していくと。もう1体来ちゃった、嘘でしょ。まずは1体持ってけ、まずは1体持ってけ。あばよ、お前の命をここで突き果てるんだ。いいね。さあそして、はあ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 、こいつらもいたのか。ってことはベヒモスが出てくる可能性もなきにしもあらず。硬いねこいつ、何恥じない硬さ。さあどんどんやってくると。あの丘の上から来てるんだね、丘の上のモーラーがたくさん来ると。あちょっと待って、死体が邪魔。ちょっとその攻撃はずるいよ。さあしかしお前らの進む足かせにもなっていると、仲間の屍がな。あっ、あばよ。さあこれで一段落か。まだいるね。さあ奥からどんどん豪華モーラーが来ているが、ちょっと奥が見づらいね。こいつら色が同化してやがる、同化してやがるぜ。弾の数を結構使ってしまった。あそうだ、燃えるんだこいつの攻撃は、忘れていた。ほら俺もお前のことを燃やすことができるんだぜ。驚いただろう。 OK、 まだ出てくる、多いね。さあそろそろ出てきそうな感じではあるけど、どうだろう。危ない、オッケーオッケー。おお、やるじゃないか。
け、結構多かった。さあ一段落して奥に進んでいくと、前座だったのか。うわ、先に行ける。マジか、前座オブ前座だったよ。ホーラスの巣へ入ると、この先にいるのか。狭くない？大丈夫？オッケー、狭くない。そして弾が補充できるのはありがたい。ホーラスを倒す。さあ出てこい、ホーラス。いたー、ベヒモス系ね。え？え？2体いる。やばい、どうしよう。どうしよう。燃やす？鉛筆書。こいつじゃない、しかもホーラスじゃない。ホーラス？あ、奥にいるやつか。騙された。畜生。こいつ見張り番だったのか。紛らしい。一気に倒せ。鉛筆書だ、これは。さあ、半分削った。あいつのね、範囲攻撃がね、異常な、速さを誇って、速さじゃない、広さを誇っていると。これ広すぎ。まだ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 大丈夫だぞ。あー、ちょっと待って、数を減らさないとまずい。多すぎる。1体でも先に倒さないと。ちょっと待って、多すぎ。バカじゃんこれ、ふざけてやがる。オッケー、ホーラスはこれで終わりだと。さあ、あとは油断せずにお前らを倒したら俺の勝ちだ。バーニー、おっきい、いいんじゃないか。さあ、あばよ。オッケー、あとはこのフォーカモーラーの群れをなんとかしねえとまずい。ねえ、ミニマップ見てよ、これ多すぎじゃない、さすがに。さあ、引っかかって囲まれるのが一番厄介だが、多すぎでしょ、どう考えても。さあ1体ずつ、1体ずつまんべんなくダメージ与えて、1体ずつ確実に仕留めていくと。こいつらマジで本当にどうかしてんじゃないの。やばい、負ける。こんな、こ、まずい。ファイヤーバーニー、炎のパイローマンサーの力を知りな。ボルカニクラウド、いやー、多すぎ多すぎ、マジで多い。さあこいつで最後だと。 OK、 結構エピックなやつ落としたんじゃないか。さあどれぐらい手に入ったかなと。2個ね、結構アイテム溜まってきたね。Be interesting. Might as well put my skills to good use. なんだろうね、サンドシフターって。さあやっていきましょう。なんだろうね、サンドシフターか。多分ね、鳥だと思うんだよね、このエリアだと。あら、撃つわ。オッケーオッケー。いや、もうこいつが一体何体倒すか分かんないよね、ヘルコロたちを。オッケー、なんか知らん、燃えていた。オッケー、さあどんどん進んでいこうか。さあそしてアルファタイプがいるね。痛い、やるじゃないか。まあ許さんぞ。オッケー、まあこいつもね、もう相手じゃないね。でどっちだ？左っぽいね。さあまたいらっしゃったと。いや、それにしてもね、この銃が多分強いっていうのもあるよね。さあたくさんやってくるわ。何これ、汗かいてるような状態になってるよね、燃えてるんじゃなくて。あれかな、脆弱効果みたいなやつ食らってるって感じかな。だとしたら脆弱状態でヘルフォロの攻撃で一発食らうのは非常にまずいような気がする。
さあ一旦リロードしてと引っかかってしまった。危ねえ。さあよけて、さあベノルテルフォロー倒した先は出てくるんじゃないか。なんだろうね、絶対鳥だから。さあこの先にいると一気にまとめて始末する。これがね好きすぎるわ、この噴火が。オーバーヒートもね使っててなかなかね便利なんですけどね、これもね、まあ、使ってて面白いという点ではポイント高いですよ。 OK。 さあどこにいる。右の方から敵がたくさん湧いてきた。まずは一体、さあ丘の上からやってきたペルフォロたち沈めてやろう。さあとりあえず噴火させていきましょう。いいんじゃないか。え、前座だったの。まあそうだよね、そうなりますよね。じゃあね、この先におそらくサンドシフターがいると。長押しで吹っ飛ばしていくと。で、あーいきなり出てきちゃう感じ、びっくりした。銃、弾薬箱がそこにあるからね、まあ、危なくなったらそこで一旦補充してと。まずはペルフォロたちを始末していくと。OK。 いや状態異常が鬱陶しいね。はい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 、まずいねこれは。ちょっと待って、それはまずいって。吸収、噴火、大噴火、シャーッまずいって。回復回復、シャーッをまず何とかしようか。突っ込んでくると見せかけ、突っ込んでこないと。頭いいんじゃねえかお前、鳥頭とは思えない。シャーッが2体ね残ってるのは。まずあいつを何とかしてしまいたい。オッケー、機体はやった。多分後ろからまずいのが来る。ちょっと一旦弾薬を補充させてください。させ、はい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 、何をしている。格好の的じゃないか俺が。危ない、待って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 、頼む、ちょっと待ってくれたっていいんじゃないか。シャーさん終わりだ。オッケー、いたね、サンドシフター。クロウラーと同じ見た目かだね。オッケー、やっていこうか。フロスト、あーなぜか当たんなかった、危ない。さあこれで半分削った。お前はもう虫の息だと言いたいところだが、お前の仲間が非常に多い。危なかったね今のは。完全に油断したね。半分になったら敵が追加されるって感じかな。だがこいつらは俺の餌としてやる。熱い、俺が餌になる。まずい、また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 、よくもやってくれたな、よくもやってくれたな。危ねえじゃねえか、ヒヤッとしたじゃねえか。噴火、あばよ。なんとか倒しました。OK。いい骨格してるね、こいつ。見て。良き死に様である。さあ、アイテム回収。OK。エピックは結構手に入るんだけどね。レジェンダリーそろそろ欲しいよね。さあ、あったね。ハンター、タイフォン。こいつで最後かな?さあやってきました。ん?
タイフォンを倒す、いきなり出てくる感じ。さあ、効果モーラーがいる。効果モーラーと普通のテールフォルトの競争曲。OK、やっていきましょう。スキルもね、どんどんね、使っていこうか。強いのさあ、若干こいつらの色が見づらい感じではあるが、なんだろうね、ベヒモス系かな、やっぱり。ここなんかオベリスクの目の前で確かベヒモスみたいなやつが出てきた記憶はあると。あー、噂をしたらそうですね。なんかカッチカチだね。ワイルドチャージ、それは確か突っ込んでくる技ですよね。オッケーオッケー。でここで一発かましていく、かましておくと、あ、待って待って、やるしかないか。だがこのパイロマンサーの力の前では貴様の攻撃を無力と信じたかった。危ねえ、ちょっと回復しないとまずい。あー、危なかった。さあ、鉄に打ち込んでいくと、さあ、いいダメージ入ったんじゃないか。タイフォン毒を食らっている。さあ、そろそろスキルで倒せそう。あばよ、オッケー、よし。あとはこのザコどもを買っていくだけです。狭いのが怖かったね、これ場所がちょっと。あばよ、上の向けるフォロー。オッケー、倒した倒した。さあ、アイテムを回収しておきましょう。さあ、エピックの装備も2つゲットしたと。オッケー、これであれじゃない、ハンターのクエスト全部クリアしたんじゃないか。オレイアスクイーン、タイフォン、コールドクロー、ビッグジョー、スプリットトゥース、モールドファング、スパインレッチ、ウェンディゴ、ホーラス、サンドシフター。オッケー、10体だねこれで。じゃあ報酬をねもらいに行きましょうか。ノア・デンベレ。 Don't suppose you got nothing to do with... こいつか。 Hey、 はじめまして、ナイスミーチュー。すごいな、腕の傷が。 Only thing we serve. You look like you need it. If you're here to shop, 勝手に決めつけんじゃないよ。 Feel free to browse my goods. OK. Call it the liver spinner. 肝臓殺し。そんな先あるの、やばくね。仕留めたぞ。さあ、これのね、報酬をね、全部もらっていきましょうか。オレイアスクイーン。What goes around? 敵からの弾丸が 30% の確率で、その敵自身に跳ね返り、ダメージを与えると。これ持ってないよね、とりあえず。じゃあ、これをもらっておきましょう、とりあえず。That'll do nicely. いい感じだ。そこに飾られていくんだ。へえ、ちょっと一気にちょっと渡していこうか。さあ、これは、このスキル持ってないね。ダイングファイアブレス。That'll do nice. サンキュー。はいはいはい。コールドクロー。で、スタンドトールか、クリットタスク。なるほどね。これよくない？遮蔽物から5秒以上出てるとき、アノマリーパワーをと火力を上昇させる。いいじゃん。ゴリ押しにはね、最適だよね。さあ、そして剥製みたいなやつがどんどん追加されていると、ビッグジョーも変わってきたぞ。ラディカルセラピー。ダイングファイアブレス。あれ？ダイングファイアブレスって思ってたっけ？毒状態ってできないもんね、パイロマンサーは、とりあえず。いい感じだ。いやー、早く見てみたいね、全部飾ったところ。で、プロテクションオブフレーム、サーストフォーブラッド、出血状態ね。
アブソーバー普通に防御力アップなんだが、どっちがいいかな。これ一応つけておこうか。いやもう使ってみないとさ、何がいいか分かんないもんね。スキルなんて見ただけじゃ分からないと。シールドがつく。クリティカルヒット時に出血効果を与える。あ、弾薬を入手すると体力が回復する。いいんじゃないこれ、地味に。 That'll do nicely. いい感じだ。さああと4体ね、渡していきましょうか。何これ、エクスポージングストライク。近接攻撃で敵を倒すと自身から10メートルの範囲で敵に脆弱効果を与えると。へえ、いろいろあるんだね本当に。 That'll do nice. いい感じだ。おお、いいね。追加されていく、ウェンディゴ。どれかいいかな。サイドアーム、サイドアーム全然使わないよね、そういえば。That'll do nice. これをもらっておいてと。いいね、いいね。ホーラス。で、なんか面白いスキルとかあるといいんだけどね。パーサビランフィスト、パーサビランスミュニション。え、何これ、ヘッドオブオード。味方一体を蘇生し体力を全回復させる、だって。そういうのもあるんだね。まあソロ戦なんで関係ないんですけど。悲しい。 OK、 じゃあ最後のね、サンドシフターを渡しておきましょう。さあトロフィーを獲得しました、大物ハンターと。さあその割には若干微妙だがね、ちょっと微妙だよね。しょうがないね。 That'll do nicely. いい感じだ。さあ見ていこうか、これちょっとじっくり。いいね、今まで倒してきたベヒモス系が多いね。ほうほうほう、いいんじゃない。最後に倒したやつもいいよね、結構。新たな狩りのシーズンの幕開けだ。クエストをリセット。もう一回戦えるみたいだね。もう一回遊べるぞ。You know where to find me. サンキューな。さあ、いろいろアイテムをゲットしたんじゃないか。いいね、どんどんゲットしている。アカライのガントレット、今なんかレジェンダリーなやつが見えましたね。見て、アカライのガントレット、ちょっと見てみようか。レアリティレジェンダリーと、アカライセットボーナスっていうのもつくんだね。固有のスキルがストレングスフロムファイア、ヒートウェブ。このスキルの使用時8秒間効果を受けている敵1体につき 10% の武器ダメージボーナスを得る。へえ、なるほど。で、アカライセットボーナスがヒートウェブで敵にダメージを与えると10秒間 50% のアノマリーパワーボーナスが得られますと。なるほどね。じゃあね、無事このハンターのクエストを全部クリアしたということで、今回はねここまでにしておきましょう。で、前にこの賞金首をクリアして、で歴史家もクリアしてやるから、ちょっとねこのサイドクエストをまあもしかしたらこっそり進めて終わらせておくかもしれないけど、まあねサイドクエストを終わらせてから遠征の方にね行きたいと思います。まだ遠征行ってないのかよっていう感じだけどね。まあ今回はここまでということで、ありがとうございました。じゃあね。